You kissed a girl just cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around.はい、テオチャンネルママです。こんにちは。今日はコボハットっていう施設なんですけども、こちらを作ってらっしゃるのが工房社さん、神戸の防災設備などを手掛けている会社さんなんですけども、その会社さんも初めての、全く新しいアウトドアのスタイルを提案されているアウトドアロッジという施設に来ています。今回はその施設を見せていただけるということなので、早速行ってみたいと思います。じゃあ、工房社さんの営業担当の柴さんにお話を伺いながら、ちょっと建物の説明をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ入ってきてすぐにあったのがこのシングルタイプという建物なんですけど、はい、ここはまず基本となる建物なんですよね。はい、そうですね。はい、こちらは1棟完結型になっておりまして、はい、シャワーもトイレも完備しております。で、リフトもあるんですけども、はい、こちらでもう、生活もしていただけるっていう形の全て揃った状態の1棟タイプのシングルタイプになります。なるほど。シャワーは本当にシャワーだけなんですかね。はい、あ、そうですね。はい、浴槽はないんですけど、はい、はい、シャワーができるという。そうですね。はい。あ、なるほど。で、トイレは洋式になって。そうですね。洋式ですね。お、すごい。自動になってます。パカって自動で開く。すごいいいトイレがついてます。上にはロフトもございまして、はい、窓もついているんで気持ちよくこちら休んでいただくこともできるかと思います。はい。で、こちらショールームということなんで、はい、今家具とかははい。一応こちら完備させていただいてるんですけど、はい、実際の販売させていただいてるタンバの方ではちょっとオプションという形にはなってしまうんですが、ご要望ございましたら同じもの一式っていうのはご用意させていただけます。なるほど。で、こちらもアウトドア用の椅子なんですけど、はい、こういうのも持ってきて、はい、自分でレイアウトしても楽しめるっていうことですよね。そうですね。もう皆さん好みに合わせてご自由に使っていただくの非常に嬉しいです。あ、なるほど。はい、で、広さ的にはここ、はい、そうですね。大体約10平米になるんですけど、はい、はい、この建物の周りも含めると約50平米で、デッキスペースという形で木の台があるんですけど、こちらに外でもテントを張っていただいたりとか、中でもちろん寝泊まりもしていただけるんですけど、外でテントを張っていただくとか、焚き火をしていただくとか、バーベキューもしていただけるっていうようなスペースもご用意しております。おお、なるほど。もう完全にこれはアウトドアみたいな、建物にいながらアウトドアを楽しめるっていう、めっちゃいい設備なんですけど。もうこれはもう10年単位での今販売されてるっていうことですよね。そうですね。はい、間伐材を使用しておりまして、はい、山の所有者様とそういった事前のご契約にはなっているんですけども、はい、またそれ以降に関しましては、うん、ご相談いただけましたらご延長という形もご契約可能かと思いますので、あ、なるほど。はい、もし気になる方お声掛けいただいた際には事前にちょっとご相談いただければと思います。工房社さんはもともと何をされてる会社なんですか？もともとは消防設備とかの施工や点検とかそういったものがメインでお仕事させていただいてるんですけども、例えばスプリンクラーですとかそういった建物とかに取り付ける作業とか、定期的に取り付けさせてもらった設備が問題ないかっていう点検ですね、メンテナンスとか点検とかそういうのをずっとさせていただいたり、あとは身近なものですと消火器とかですね、そういった物販という販売の方もよくさせていただいてます。ああ、はい、なるほど。で、なんでそういう会社さんが、はい、こんな設備をやってみようってきっかけみたいなのはあったんですか？はい、きっかけは丹波にある、はい、森永さんっていう会社さんと、まあ、そういったお話をさせていただいて、はい、でもともとその丹波にある山の所有者の方、はい、その丹波の方以外にも山を持っていらっしゃるんですけど、はい、なかなかこう他に有効活用できてなかったりとか所有はしてるんですけど、はい、そういったことでこう税金とかですね、うん、お支払いだけになってしまってでそこを、まあ、そういったお話をお伺いさせていただいたんで、うん、まあ、森永さんと、まあ、弊社の工房社と、はい、まあ、山の所有者の方々とこういう、まあ、プロジェクトを立ち上げまして。山って、はい、そんなに管理がいるっていうイメージがなかったんですけど、山の手入れっていうのがものすごく大変みたいで、はい、木とか高度成長時代っていうのはものすごく建物とかも建てることが多かったので、うん、そういう木とかを使うってことが非常に多かったんですけど、はい、だんだんまあそういうことの数が減ってくると、まあ、山の木がこうどんどん増えていくと。でそれを手入れをしないと、まあ、自然災害っていうんですかね、最近大雨とかも多いと思うんですけど、まあ、木がむき出しになって生えてたりとかそういうことで土砂崩れのきっかけになってしまったりとか、なるほど、そういう自然災害っていうのを起こりやすくなってしまうっていうこともあるんですね。ただでもその山の所有者さんがどこまでできるかっていうのも非常に難しくて、そういったところで、まあ、3社間でこうプロジェクトを立ち上げて、はい、まあ、有効活用できないかっていうお話が、まあ、立ち上がったっていう感じですね。なるほど、はい、これはもう丹波盛り上がりますね。なのでぜひともその丹波の方と交流というんですかね、はい、そういう方と地域の方ともちょっとお話ししていただく機会っていうのがどんどんこれ私たちもこうイベントとか立ち上げて、はい、やっていきたいなと思っているんですけども。はい、ほんまに実際こう着てみたら木の香りもめっちゃいいし、ほんまにキャンプすっとキャンプに来れる、テントも立てずにアウトドアを楽しめるというか、 そうですね、そういう点はすごいいいなと思います。はい、今キャンプとかもなんか人気みたいな、結構テレビで取り上げられたりとか、はい、あと芸能人のひろしさんとかもまあ、山購入されて、はい、かすごい YouTube でも人気ですしね。そうですね、はい、またずっとコロナってちょっと厳しいというかちょっとしんどい状況が続いている中で、ちょっと皆さんなかなかこう人がたくさんいらっしゃる観光地とかになかなかこう行きにくいというんですかね、まだまだそういうのが続いているので、ぜひともこの自然に囲まれた静かな場所で普段のこうお疲れを癒していただくとか、何かこう気分転換になるとかですね、でまあバーベキューをしていただいてちょっと交流の場にしていただくとかいうのはもう非常にそういうことをこう望んでますね。はい、いろんな使い方ができますよね。なんか幅広い有効活用というか、なるほどって思いました。はい、こちらがシングルタイプになるんですけども、はい、建物の広さ的には大体同じ大きさのもう1棟2棟タイプっていうダブルタイプっていうのもございまして、はい、家族で使っていただきたいとかくださるっていう方にはそういったダブルタイプもご用意しております。うん、なるほど。あとでもう一棟の紹介していきたいと思いますので。はい。では SDGs という形で今、世界的に、そういったことを大事にしていこうっていう取り組みが決まってまして、はい、でこの工房社のこのコブハットっていうことをご購入いただいた企業様とか個人の方では、はい、SDGs の12と15ですね、はい、12に関しては作る責任、使う責任で、15は陸の豊かさも守ろうという、この2つに関してはもう実績として、はい、SDGs 取り組んでますっていう証明にはなりますので、もし企業様がご関心いただいた場合にはそういう活用もしていただけるのかなと。じゃあホームページとかにも載せれるってことですよね。そうですね、はい、この会社は SDGs に取り組んでいますっていう。そうですね、はい、それもプラスになりますよね、企業側にとっては。そうですね、リクルートとかですね、福利厚生っていうのをいろんな会社様がどのように充実されるかっていうことも、いろいろ皆さん試されたりとかやられてると思うんですけど、そういうこういった施設がありますよって、従業員の方が休日に自由に使っていただけるキャンプ施設というか、こういうロッジがありますよっていうのも歌っていただけたらいいんじゃないかなと、そういうことも考えております。なるほど。そしたら新卒者のねみんなとかにも結構そういう場面、アウトドア好きな人とかは、ここで働きたいってなるかもしれないですね。そうですね。ね、はい、なので平日とかでもこちらでちょっとお仕事していただくとか、会社様とご相談していただいて、ちょっといつもと違う雰囲気でお使いいただくっていうのをもう自由に使っていただけたらすごくいいかなと。ああ、なるほど。今だったらリモートワークとか、そうですね、結構ね時代がコロナなんで、そうですね、結構ねリモートされてる方多いと思うんで。もし在宅の方とかで、いつもお家でされてる方とかが、もしよろしければこういった場所も使っていただいて、ちょっといつもとまた違う形でお仕事された後、またこうバーベキューとかキャンプしていただくとか、そういうなんか活用もしていただけたらなと思います。ちょっと気軽に来れる別荘みたいな感じですよね。もう自然が好きな方にはもってこいの施設だと思います。はい、私もお金さえあれば買いたいぐらいの。はい、じゃあ、ダブルタイプの、2棟ある先はシングルで、これダブルになるともう1棟増える、その1棟なんですけど、さっきのシャワーとトイレがなくなったバージョンみたいな感じですね。でもロフトもあるし、これは例ですけど、そうですね、ベッドも置けたり、はい、普通にシュラフとか持ってきて寝るのも可能ですよね。そうですね。でシングルだけだと先ほどおっしゃられたようなトイレとシャワーがありますので、はい、そのない分はちょっと広く使っていただけるのかなと、はい、だいぶ広い感じがします。さっきはやっぱりこっち側がないバージョンやったんで、はい、結構広々使える感じがします。そうですね、ダブルは、はい、こんなとこで女子会したらもう酒が進むなっていう感じはします。使い方の幅が広がりますよね、ダブルになると。そうですね、もっとシングルよりもっと広がるっていうことですよね。そうですね、いや広いですよ、だいぶ。いやでも平米的には一緒なんですよね。そうですね、シングルと、はい、約10平米は一緒ぐらいなんですけど、はい、広くは多分感じていただけるのかなと思います。だいぶ広いです、はい。これって閉めれるんですか？さっきから気になってて夏場とかで蚊とか小さな虫とかが入ってくるんですけど、閉めてみてください。はい、あ、網戸みたいな。はい、ああ、なるほど、すごい。へえ、これ閉めてもメッシュでやけど普通に景色は全然変わらないですよね。中からはもう外も普通に見えますんで、はい、なんかメッシュがめっちゃ細かいから全然景色に支障きたさへんというか。へえ、なるほど。もう自然を楽しむのを最大限に生かした建物になってると思います。ありがとうございます。このでかい窓がいいよな、窓っていうかなるほど、ありがとうございます。はい、今回はこんな感じで、施設の方いろいろ紹介してもらったんですけど、なんか建物自体はこう本当に簡素というか、ね、シンプルなんでいろいろ自分で付け足して楽しめるっていうことがすごいいいなと思いました。アウトドアももちろんのこと、自然を楽しみながら過ごすっていうのはやっぱり今のその都会に住んでる方々には必要なんだなって思います。とてもいい施設だと感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。バイキャオチャンネルママでした。